E. ジェームズ・スティーブン・ホドソンは、イングランドハートフォードシャーボレアムウッド出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブのボレアムウッド FC でプレーを始め、まもなくはトフォード FC の下部組織に移籍した。まだ学生だった2007-08シーズンは、U-18 チームを主戦場としつつ、リザーブチームにも参加した。 2008年6月にクラブとスカラシップを結んだ。2009年5月3日のダービーカウンティ FC 戦でトップチームデビュー。2013年7月20日、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC に延長オプション付きの単年契約で移籍。2015年5月29日、新たに2年契約を結んだ。2016年2月1日、キルマーノック FC に シーズン終了までの契約で、レンタル移籍。2016年6月29日、レンジャーズ FC に3年契約で移籍。7月19日のスコティッシュリーグカップアナガアスレティック FC 戦で移籍後初出場。2016年12月3日のアバディーン FC 戦で、移籍後初ゴール。2019年6月8日、ジリンガム FC へ2年契約で移籍。 オドソン自身はイングランドで生まれ育ったが、父方の祖母がベリファスト出身のため来たアイルランド代表を選択した。2010年11月のモロッコ代表との親善試合で途中出場し初キャップを記録。UEFA ユーロ2012予選ではイタリア代表戦とエストニア代表戦に出場した。ありがとうございます。